はい、どうもこんばんは。尼崎剛の青チとかね。今日は、金曜日でね、雨の中っつうとこでね、ここの辺りは本当に、土砂降りっつうとこでね、懸命にやってまいりましたけれどもね、皆さんもどうでしょうか。金曜日、ラスト、雨だったけど、頑張って、お勤め終えられたでしょうか。そしてね、学生の方もね、学生諸君は、何でしょう。まあ、雨でもね、まあ、若い世代は遊びに出るということももちろんあるんでしょうけれどもね、風邪などひかずにね、一日終えられたでしょうかということでね、なんとか明日、明後日ね、お休みの方につきましては、充実を高めてほしいなというところでね、そして、明日、明後日もお仕事という方につきましては、頑張っていただきたい、そして休日までね、気合を入れて乗り切っていただきたいなと、そしてこの時間帯もね、お仕事の方は、ラストまで頑張ってほしい。そうだね。なんとか、癒しになればと、応援歌になればということでね、自己満プレー、今夜も行きますよ。今夜はね、前回ね、前々回か、おまけでね、やって、キーが合わねえなと、キーもかまへんな、かまないか、キーが、かなんかあれよな、キーがへんなですね。ちょっとね、リベンジしようというところでね、このハットに、このメガネ、これね、兄貴ではございません。残念な。ね。まあ、またおまけでね、兄貴またね、ちょろちょろっとね、行きたいなと思っておりますのでね、ご了承願いたいですね。どうしても心残りなんでね、なんとかこれをやろうかなっつうところでね、行こうかなと。夕方ね。それと今日も一日事前運動、レアレアジャンプ、ね。この雨の中、ね。お仕事も懸命にね、頑張っていきながらのですね、応援体制というところでね、ありがとうございました。ところでね、またまた明日はね、土曜日というところでね、尼崎剛長渕の予定としましてはね、宣伝か、例の、先々週ですか、ホンダ。ね、ドック入りあったんですかね。また同じく、ドック入りってことね。ホンダに行ってまいります。先々週はね、若干の CM 薄かったんでね、なんとか今回はね、分厚めに CM でっつうところでね、行きたいなと。まあ、ユニフォームはこれじゃなくてね、いつものパーカーで行こうかなと思ったりなんかしたりなんかしましたね、いうところで。そして日曜日は、今のところはちょっとね、わかんないんですけど、例のスクラッチね、このロケをね、日曜日入れようかなとか思いながらね、天候も見ながらね、行きたいなと思ってます。もうそろそろね、当たりますから。まあ、でっかく打つんじゃなくてね、ちっちゃめの30万口ぐらいをね、狙っていきたいなとか思ったりなんかしたりなんかしまして、まあ統計的にもね、宝くじっつうのはなかなか、まあ川には当たらんつうとこなんですが、年齢的にもね、50代、60代とかね、ある程度こう、年いくところでね、バチバチっと、ね、幸か不幸か、3.12で55回目を迎えておりますからね、もう流れが変わってますから、ところでね、今年、バチバチっと来るのか、それとも、ね、1年間寝かしてる、今年の11月の年末ジャンプ宝くじ、バチバチと来るのか、もっと言えば来年ね、今も数年前からね、予感がしてました、56歳で動くだろうっていうね、それもありますから、まあ、年内、もしくは来年、ね、期待していただきたいなっつうところでね、その場面にね、皆さんも一緒に見ていただきたいというところで、よろしくお願いします。君は悲しみに ごめん ごめん、
ごめんごめん、ジョークジョークジョーク、まあジョークやね。ね。こんな時もありますよ、それ。今日はもう失敗せえへん。悲しみにごめん、あかんな。さっきも言ったんですよ、リハでは。君が悲しみに心閉ざした時、思い出してほしい、疑う人を信じれず、眠れない夜にもきっと忘れないでいてほしい。生きてりゃいいさ、生きてりゃいいさ、そうさ、生きてりゃいいのさ。喜びも悲しみも立ち止まりはしない、巡り巡ってゆくのさ。手のひらを合わせよう、ほらぬくもりが君の胸に届くだろう。一文なしで街をうろついた野良犬と呼ばれた若い日にも、心の中は夢で詰まってた。やけどするくらい熱い思いと、生きてりゃいいさ、生きてりゃいいさ、そうさ、生きてりゃいいのさ。喜びも悲しみも立ち止まりはしない、巡り巡ってゆくのさ。恋をなくした一人ぼっちの君を、そっと見つめる人がいるよ。ありがとう、とてもありがとう。もう会えないあの人にありがとう。まだ見ぬ人にありがとう。今日まで僕を支えた情熱にありがとう。生きてりゃいいさ、生きてりゃいいさ、そうさ、生きてりゃいいのさ。喜びも悲しみも立ち止まりはしない、巡り巡ってゆくのさ。手のひらを合わせよう、ほらぬくもりが君の胸に届くだろう。大きな話した。最後ちょっと変なんだけどね。まあ、そらだけどね。それも一つの自己満ですやないの。
最後までバチッと決めたかったんですけどね。まあそんなもんです。そのあたりでね、次に進んでいきたいなっていうところでね、今日も一日ありがとうございましたってことね、お疲れ様でございました。おまけ。今宵あなたと楽しく踊る、風吹く街でレモンスライスをグラスに浮かべて、もっともっと飲みましょう。うつむつきで踊る私は、今夜あなただけなものよ。優しくキスして手招きしてちょうだい。眩しい光が二人を包み、夜が回り始め、月を好き好き、あなたの口ピルでたまらないほどに、あなたの背中でちょっとそっとその手を優しく優しくセクシーに回して、熱い吐息でチークを踊ろう。切ない夢を一息に飲み干して抱かれて眠りたい女だって、そんな気持ちで口出してみても罪じゃないでしょう。また次も行きませんが、今度も何番でも行きません、こんなねえところでね、今日はこの辺りでご勘弁していただいてつうところでね、明日もまたやります。これね、あの披露宴行く時にね、これ帰らあかんな思っとったんですよ。すっかり忘れてたりなんかしたりなんかしましてね、はい、これメガネはこれですからね、これでいいかなつうところで、いうところでね、今日も初めてバッタリとこのチャンネルね変えていじくった時に、この天ヶ崎上司長渕というとね、なんやこれというようなことがあったなら、すんませんというところでね、しかしなんとかね、偶然にも出会ってしまった以上はですね、チャンネル登録の方でよろしくお願いいたしますというところでね、ありがとうございます。そしてね、いつもいつも雨の日も風の日もね、晴れの日も応援くださる、皆様方にはですね、明日もよろしくお願いいたしますということでね、頑張っていきたいとね、よろしくお願いしますというところで、コロナ、風邪、すべてに気をつけてねくださいね。ありがとうございました。大きにバイバイ。明日もよろしく。ロックンロール。